人として生きることを許されていないのは何もドミナントやベアラーだけじゃない。俺はせめて誰もが人として死ねる場所を作りたい、それだけだ。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろ、そいつを渡せ。ベネディクサ様、例のドミナントを捕らえました。間の悪い奴。逃げられたか。行き先の検討は？いや、一度ロストウィングへ戻る。村の連中から話を聞こう。だがこのまま奴らはガブに追わせた。あいつは特別鼻が利くんだ、任せとけ。グライブ、支度はできたか？問題ない。今出れば夜更けにはノルバーン砦に着く。そろそろ出るぞ。ああ、行こう。ノルバーン砦は村の南にあるはずだ。ああ、警戒しつつ行くとしよう。ノルバーン砦はこの先だが、まさかあんたら乗り込む気じゃないだろうな。ウォールードがノルバーン砦を抑えたのなら巡回している兵がいるかもしれん。気をつけろよ。叩きのめすだけだ。それにしてもあのノルバーン砦が落とされるとは。敵地ど真ん中の砦を落とすよう命じる国王も大概だがな。国王？ウォールードでは全ての戦事が横明で失敗は許されない。連中の腕も相当だが、それほど必死ということだ。クライブ、見えてきたぞ。あれがノルバーン。なるほど、厄介そうな砦だ。あそこに火のドミナントか。これ以上は騒ぎになるか。正面から乗り込むのは避けた方がいいな。砦につながる古い地下水道がある。そこなら奴らも気づいてないだろう。シド、弟の仇を討つため俺はここにいる。あんたはなぜ危険を冒してベアラを救う？彼らの多くは国の管理下だ。それを人として生きることを許されていないのは何もドミナントやベアラーだけじゃない。俺はせめて誰もが人として死ねる場所を作りたい、それだけだ。だがこの世界にはまだ早い。だから今は一つでもすがれる手があるってことを教えたいだけさ。あのベネディクタって女はどういう？ちょっとした腐れ縁ってやつだよ。
やつは風のドミナントだ。もう二度と出くわさないよう祈っとけ。風、召喚獣ガルーダか。おい、ザラーンが落ちた。これで頭部はオーク族の手に渡ったな。すぐにでも出征いたします。構うな。しかし鉱山はアダマンタイト、あの辺りは時期黒の一帯に沈む。お前はお前の務めを果たせばよい。はい、御意に。黒の一帯は刻々と大地を蝕む。辺境のエーテル枯渇は深刻だ。もはやマザークリスタルの周辺領域でしか国が立ち行かん。マザークリスタルをめぐる戦が激しくなれば、やがて祭りごとも疲弊し、国が内側から壊れる。だから急ぐのですね。そう、ドミナントを抑える。力を持つ者を集め、マザークリスタルのもとに新たな秩序を築く。そのために世界をあるべき姿に戻す。あの男さえ裏切らなければもっと早く。まだ忘れられないのか。まさかこの私の忠を疑うのですか。それともまだ足りない。お前が来た日のことをふと思い出してな。幼いお前はあれの手をしっかと握って離そうとしなかった。そんな、昔のことなどとうに忘れました。私にはこの手があればいい。それだけでいいの。いつか全てのものが知るだろう。世界を救うのが一体誰かということを。私の命はあなたのためだけに。姉さん、巡回兵が帰ってこない。まさか。どうやらそのようだ、ゲルルフ。ではシドがここに。兵どもを使って奴を礼拝堂に誘い込め。私が相手をする。来たか、シドルファス。火の魔法をそんな風に。お前案外器用だな。確かこの先は地下牢に通じているはずだ。ベアラーたちがそこにいるなら話は早いが。
やっぱりそううまくはいかんか。落とし戸か。手を貸せ。あげるぞ。しっかり持ち上げろ。ほら、先に行け。道はここだけだ。やっちまうぞ。おい、大臣使徒が潜り込んだぞ。見つけ次第始末しろ。邪魔するぜ。片付けろ。さて、どっかに道は。ダメだ、こっちは進めそうにない。他の道を探そう。だがな、ここからなら。なんとも大胆だね。ザンブレクの警備兵は皆殺しってところか。完全にウォールードの手の内だな。てめえの部隊だけでこの砦を落とすなんてな、ベネディクトめ、大したもんだ。この先は礼拝堂か。それにしたってやけに静かだ。ずいぶん派手にやったもんだ。こんな夜更けにお祈りか。異国の神にすがるほど私が飢えてるように見えるのか。お前を待っていた。頼んだ覚えはないが、まんまと誘い込まれたか。なら話が早い。ベアラート火のドミナントを渡せ。できん相談だな。ドミナントはこれからの世界に必要になる。シド、ウォールードへ戻ってこい。バルナバス様と新たな世界を作ろう。もう一度共に歩むんだ。新たな世界？そいつには賛成だ。だが俺はお前たちとつるむ気はない。奴が高々と掲げる得体の知れない理想にだけは踊らされたくないんでね。バルナバス様に命を救われた恩を忘れたのか、忠義のかけらもない知れ者が。俺は奴の奴隷にはならない。お前のようにはな。貴様に何がわかるというんだ。そうさ、お前の本当の望みはわからないよ。
それでもいつだったかお前は言った。人として死にたいと。あの言葉だけは真実だと思ってる。もう自分に嘘をつかないでくれ。自分を痛めつけてまで人生を誰かに委ねる必要はないんだ。力だろうが体だろうが使えるものは使う。私はそうやって生きてきた。ベネディクト、これ以上自分を憐れむことを言うな。吉祥殿のご高説か。少しでも期待した私がバカだった。私を憐れんでいるのはお前だ、シドルファス。もううんざりだ。雷のドミナントの説得は諦めざるを得ない。バルナバス様にあだなすなら、お前はここで殺す。下がれ、クライム。片付けておけ。
大丈夫か？そう見えるか？クライブ、今ならまだ間に合う。ベネディクターを追え。ヤツが火のドミナントを連れてここを離れる前に抑えるんだ。あんたは？何、すぐに追いつくさ。分かった。行くぞ、トルガル。急げよ、火のドミナントに逃げられちまう。シドも老いたな。あれ式のことでくたばったか。それにしてもお前がやってくるとは意外だったよ。チラーダたちを退けるとは、そこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。お前ほどの腕なら我が隊でやっていけるだろう。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。分をわきまえろ、小賢しい。どいつもこいつも
今の私はすこぶる気分が悪いんだ。家畜の分際で勝手に喋るんじゃないよ。よく覚えておけ、印持ち。家畜に意志など必要ない。はっ、家畜ってのは従順に飼われていればいい。
しい船だ。家畜の分際で。自分を持ってるやつは強いんだ。黙れ、くたばり損ないが。火のドミナントはどこだ。この砦のどこにいる。なんだお前は。何なんだ。ライバー。
ライム、しっかりしろ。まさかお前、ガルーダの力を吸収したのか？どうやって？まずいぞ。ベアラーたちが無事だといいが。クライム、とっととここを出るぞ。このままじゃ丸焼きになっちまう。今は自分が生き延びることを考えるんだ。また機会はある。ご指示の通り騒ぎを起こしました。ベアラーたちも無事外へ。さあ我々も。